こんにちは、テクルです。入力されているデータを検索したり並べ替えたりするというデータの取り扱いを便利にする機能について学んでいきましょう。これまでに入力してきた請求書2のシートの中からある文字を含むセルを検索していきます。編集をクリック、検索と置換をクリック、検索ボックスに9位と入力、検索ボタンをクリックすると9位という文字が含まれるセルを一つずつ表示していきます。また検索したデータを置き換える場合は置換後の文字列のボックスに置き換えたい文字を入力し、置換またはすべて置換をクリックしましょう。このようにしてスプレッドシートの中に入力されているデータから指定したデータを検索したり置換することができます。さて次はもっと多くのデータを取り扱っていきましょう。多くの企業や組織が管理しているスプレッドシートはデータテーブルと呼ばれる表形式で入力されています。そういった管理されているデータの中から必要なデータを取り出すという操作を解説していきます。まずは大量のデータの中から必要なデータを抽出するための元となるデータを新しいシートに作成していきましょう。シートを追加をクリック、新しく作成されたシート名をダブルクリックし、スムージー売上管理表と入力します。スムージーの売上を商品ごとに3日間にわたって管理したサンプルデータをこの動画の説明文のリンク先に用意しました。リンク先のスプレッドシート A1 セルをクリック、シフトキーを押しながら G764 セルをクリック、Windows では Ctrl-C、Mac では Command-C でコピーします。作業用のスプレッドシートに戻りましょう。先ほど作成したシートの A1 セルに Windows では Ctrl-V、Mac では Command-V でペーストします。参考 URL のスプレッドシートを閉じておきましょう。データの準備が整いましたので、フィルター機能を見ていきましょう。この表では種類ごとのスムージーの販売数量、売上について管理しています。スムージーの販売数が5個以上の時には単価を50円値引きしているという運用をしていくことにします。そこで販売数量が5個以上のデータだけを抽出していきますが、特定のデータを抽出するためにフィルターという機能を使います。フィルターとは指定した列の値が条件と同じものだけを抽出するという機能になります。表の中のセルをどこでもいいのでクリックします。データをクリック、フィルターをクリック、データテーブルにフィルターが追加されました。販売数の右側のフィルターボタンをクリック、5未満の数字をクリックしてチェックを外し OK をクリック。販売数が5以上のデータだけが表示されました。続いて表示されている戦闘業のデータの単価を250に変更しコピーします。 Windows では Ctrl Shift プラス矢印の下キー、 Mac では Command プラス Shift プラス矢印の下キーで一番下までを選択し貼り付けます。販売数の右側のフィルターボタンをクリック、すべて選択をクリックし OK をクリック。すべてのデータが表示されました。データを確認すると販売数が5以上のデータは単価が250、販売数が5未満のデータは単価が300となりました。フィルター機能は指定した列の値が設定した条件と同じものだけを抽出するという機能です。フィルター機能を設定している場合には一つの列だけでなく複数の列で設定したフィルターの条件を同時に満たすデータを表示させることもできます。またフィ
ィルターを解除したいときには、フィルターのアイコンが濃くなっているものがこの項目でフィルターをしているということの意味を示しますので、すべてのフィルターされている項目で、すべての項目を選択とすると、フィルターを解除することができます。または、データからフィルターをオフにするをクリックすることで、フィルターを解除することができます。解説は以上です。